今年天候異変もあれば地震もあれば政治政界経済も乱れる。どうしたらいいか。旧世紀学というのは、自然現象を星に表したものと思っていただければいいと思いますね。占いとは裏を見ること。でもこの旧世学っていうのはね、占いじゃないんですよ。事実占いではない。昔から税畜ということがあるんですけども、液仙学というやつ、液仙っていうのは天のり人のは地のりっていうものを見ていくわけですね。みんなこの税畜から始まった、戦術から始まった裏を見るものとは違う、考え方によっては占う、まあそれはそれでいいと思うんですけども、私はこの学術だと思っておりますから、その点間違えないようにしていただきたいなと私は思っております。そうすると今年は旧世紀学でいうと三碧木星とい う星の世界なんですね。そして、三碧木星でありながらなおかつ十干というと木の絵という天の理が、十干、地の理というのが十二支、そして旧世では人のことを言うわけですね。旧世で三碧木星っていうことになりますと非常に世の中が荒れると。過去を見てみますと2000年そして12年後の2012年、やっぱり経済がものすごく乱れた、なおかつ、世界の指導者たちが変わる年回りだったんですね。そうすると今年旧世の三碧木星辰年ですから、非常に世の中が乱れる、経済も乱れる、何もかもが乱れてくるという形になってくると思いますね。そういうことで一番重要なポイントは何か、4月が一番の重要なポイントになります。その4月からどういうように我々が動かなきゃならないか、まあ、世の中は非常に荒れてくる、天候異変もあれば地震もあればというような世の中になっていきますから、そういうことで、夏の暑さ、梅雨時期の大雨、そういうことが始まり、なおかつ政治政界それも乱れる、経済も乱れる、そういうような形になってくると思います。そのためにどうしたらいいかということを自分で考えなきゃいけませんね。その考え方をどういうようにしていくかということになると、その人の立ち位置、この立ち位置をどういうように見ていくかということになります。自分の星を見るのは簡単に言うと立春から節分までっていうことがね、1年っていうんですね。ですから今年2024年2月4日生まれの人、そして2025年の2月の3日まで生まれた人が三碧木星という年回りです。この2月3日が節分、節分けというんですね。だからそこで自分の星というものが分かります。それが間違えないようにしていただければ結構だと思いますよ。三碧木星の人は周囲のことから、みんなから注目されること。そして、ね、今年一番重要なポイントは何かと言いますとね、一泊水星の人っていうのがいるんですね。一泊水星の人は今年は五黄土星に反対されるということで、五黄暗検察っていうんですけども、その五黄暗検察っていうのは他人事でいろいろと文句が出てくる、いろいろな障害が出てくるという形になります。そういう意味ではもう悩んで悩んでどうしようもないと、うまくいかないと。そしてなおかつ八白土星というのが今年は厄年、翻訳年にあたります。八白土星の人は一番悩みが多いという形、今年は一番いい運勢の人は時刻土星の人のみというように思っていただければいいと思います。あとは詳しいことは何かありましたら、合理化協会の方に言っていただければ詳しくは説明できると思います。よろしくどうぞ。